タワーオブロンドンは日本の競争馬。主な勝倉は2017年の慶応杯2歳、ステークス、2018年のアーリントンカップ、2019年のスプリンターズステークス、慶応杯スプリングカップ、セントールステークス。馬名の由来はロンドン島。2015年2月9日、北海道日高町のダーレージャパンファームで持ち込め馬として誕生。 母の初語ということもあり、東西時はやや小柄であったが、離乳後から一気に成長を遂げる。一歳秋からの中間育成においては、ダーレイジャパンファームの同世代の馬の中では、断突の馬格と幅と筋肉量の持ち主になっていた。7月29日、札幌競馬場での新馬戦で、安城クリストフルメールでデビュー。追い切りが仕上がり途上だったために2番人気に止まったが、 二和新反差で逃げ切って新馬勝ち。二戦目のクローバー賞では一旦戦闘に立つも、ダブルシャープに差し返されて二着となる。距離を100メートル短縮した気境 S では、ノーステッキで後続を突き放して圧勝。ョ状ノルメールは、次のロードカナロアですと絶賛した。続く、KO 杯二サイステークスでは、中団待機から上がり3回33秒2の合足で突き抜け、 二着カシアスに庭審査をつけて、重傷初制覇を果たした。アサヒハイフューチュリティステークスでは、ダノンプレミアムに次ぐ二番人気に支持される。直線でインコースをついて追い上げるも、ダノンプレミアムには突き放され、ステルビオにもかわされての三着に終わった。レース後、ルメールは、もう少し短い距離の方が良さそうですとコメントした。4月14日のアーリントンカップから始動。 勝ち倉のないマイル戦ながら一番人気に押されると、中段後方から直線鋭く伸びて、重傷2勝目を挙げた。勝ち時計1分33秒4は、レースレコードだった。NHK マイルカップでも本命視されたが、スタートでつまずき、直線も前に、スペースがなくほとんど追うことができないまま12着に、終わった。これにより、計画されていた。 イギリスロイヤル・アスコット開催への参戦も白紙となった。その後は安田記念出走を目指して調整されたが、レース4日前に体調を考慮しての回避が発表された。秋はキャピタルステークスから復帰、安城も短期免許で来日していたゴドルフィンの主戦ウィリアム・ビュイック騎手を廃止、後方から追い込みに着となった。東京新聞杯から始動し、 安状が再び、ルメール騎手に戻った。ここは上がり馬のインディチャンプに次ぐ2番人気に押されたが、プラス10キロの馬体像の影響で末足が、不発死5着に敗れた。その後は、短期免許で来日していた、オーストラリアの若手髪安連騎手を安状に迎えて、KO 杯スプリングカップに出走。1番人気に押されると、道中は折り合いに専念。直線では鋭い伸びを見せて、 コースレコードを叩き出し優勝。重賞3勝目を飾った。安状のレーンは来日3週目で早くも重賞2勝目を挙げた。登録していた安田記念は回避し、函館スプリント SF 再びレーン機種安状で出走。JRA 禁止薬物騒動の影響で登録13頭のうち6頭が競争除外となる中、一番人気に押される。 レースでは上がり3回33秒後のメンバー最速の末足を発揮するも逃げたカイザー・アメランジェを捉えきれずまたスター・ペガサスにも首差届かず3着に敗れたジョーあるメールに戻ったキーンランドカップではダノンスマッシュに次ぐ2番人気に押されるレースはダノンスマッシュが優勝その後続いて同時入選したリナーテとの写真判定の末花さの2着になった 中一周のローテーションで臨んだセントールステイクスでは、当年の高松の宮記念を勝った、ミスターメロディを抑えて一番人気に押される。レースでは、道中中段を進むと、直線残り約400メートルで鋭い末足を発揮、後続を一気に突き放す、レコード勝ちで圧勝。重賞4勝目を飾るとともに、スプリンターズステイクスの優先出走権を獲得した。秋のスプリント、 王者決定戦スプリンターズステークスでは、主戦のルメールが、同級者の大賀賞馬グランアレグリアに、起乗予定のため、浜中春との初コンビで参戦を予定していた。しかし、グランアレグリアが、左前足のひづめの炎症により回避することが決まり、ルメールの継続起乗が実現した。同じく G1 発制覇を狙うダノンスマッシュとの2強対決が注目され、そのダノンスマッシュから、 僅差の2番人気に押されると、レースでは、中段でじっくり寄り合いをつけ、直線で外に持ち出すと、鋭い伸び足で逃げる、モズスーパーフレアを半馬審査で差し切る悲願の、GI 初制覇を成し遂げた。この年は、オーシャンステークスから始動。ここでも、ダノンスマッシュと人気を分け合う形となり、最終的に2番人気となった。レースでは、スタート後後方法に位置取り、 直線手前で6番手に進出、姉妹まで据え、足を伸ばすが、勝ち馬らから離された3着となった。安城のルメールは、近量差や休み明けだったことを敗因に挙げた。続く、高松の宮記念では、当初、主戦のルメールが当日ドバイで帰場するため、短期免許で来日中のライルヒューイットソンを安城に迎える予定であったが、同じくドバイで、 起乗予定だった福永祐一が新型コロナウイルス感染拡大の影響で渡航を中止したため最終的に福永を安状に迎えることとなった。ダノンスマッシュをはじめ昨年の阪神カップを圧勝した大歌昌馬、グランアレグリア、モズアスコットやノームコアといったマイル GI 馬も参戦する豪華メンバーの中、春秋スプリント制覇を期待され一番人気に押されたが、 結果は12着と大敗。安城の福永は、レース後、4コーナーまで抜群で、満を持たして追い出したけど、友が流れてて答えほど伸びなかったとコメントした。高松の宮記念後は、連覇を狙う、k 応杯スプリングカップに出走。ルメールに安城が戻り、一番人気に支持されたが、結果は8着で、連覇はならなかった。その後、休養を経て、香港に遠征し、 香港スプリントに出走したが13着と大敗し、このレースを最後に現役引退。北海道日高町のダーレイジャパンスタディオンコンプレックスで種ボバ入りする。初年度となる2021年の種付け料は150万円。ダーレイジャパンの梶谷翔太郎ノミネーションマネージャーは、結出したスピード、世界的名門ファミリー。 重要なファクターを合わせ持つタワーオブロンドンには、種ボバとして現役時以上に期待していますと、コメントした。以下の内容は、netkeiba.com および香港ジョッキークラブの情報に基づく。ありがとうございます。